川に着きました。これから釣り橋に行きます。大正解じゃないですか、この時期。わあ、綺麗。すごい。なんかさ、下から上がってくる人たちがみんな息切れてるのがちょっと不安なんやけど。大丈夫かな。今ここで、この吊り橋を渡りたい、うん、あー、これはスニーカーが良かったね、うん、大丈夫かな。大丈夫です。なんかちょうど色がこう緑とオレンジと混ざってる時期でちょうどいいかな。今撮ってくれてるのは友達の谷さんです。こんにちは。高尾に来ました。はい、危ないんで。あ、高尾団子、ちょっとなんか川床風にせり出してる感じ。わあ、綺麗。そこに川床があります。釣り橋は多分もうちょっと先。うん。あ、綺麗。この時期川床って寒くないかなとか思うけど。この通りめっちゃ風情ありますね。超素敵。これ渡るとお食事どころに行けるということかな、うんうん、うん、こう奥は予約じゃないと入れないですか。そうです。もう今日なんかもう予約でいっぱいですか。あ、そうですか、うん、じゃあまた予約して寄せてもらおう。十分綺麗やと思うけどな。綺麗。あ、これ車で行く人用かな。タクシー一般車って書いてある。あ、そう、どこ一回行ってみたいな。もうなんか寒いぐらい。あ、そうなんだ、うん、夏に7月に行ったんですけど、それもなんかやっぱり湯豆腐を出してて、なんかでもあったかい湯豆腐食べてるのにもうちょっと寒いぐらいの感じで。あ、そうなんだ。そうそうそう、あのお茶屋さんもなんかいい感じ。え、でもゴールっぽくないですか。さすがにまあまあ歩いたと思う。あ、でもゴールっぽい、ゴールっぽい、ね、頼むわかる、その気持ち。頼む。チケットを渡して入りましょうか。広いですね。あ、ここが、ここなんかよく見ますね。
どっちでしょう、ね、確かに右の可能性もあるえ、あ、こっちも上がれます ね、はい、どっちやろ。左地蔵院近道かな。これは左かな行ってみましょうか。すごい左右差があります。なんか左側はもう一息って感じ。あ、ここ、え、こんな高いところから落とすんの。え、ここじゃない？河原家売店って書いてある。え、なんか目標の場所があるんですよね、こういうのって。違うから、なんかに当たったらいいみたいな、うん、違う、わなんか外国の人にね、こういうなんか日本の面白いものを見せるような動画を結構作ってて。そうなんですか。そうなんですよ。こういうのって外国ないから珍しいなと思って、ね、こうですね、こう、こう持って、うん、あ、違う、あ、逆に私話聞く、外国の方に言えないここで英語喋れへんのに直さなんて大変ですよ。もう一回、あ、こうこうですね。こう持って、ここ3本の指グー、グーして、ギュってしっかり握っておいて、はい、手首こう曲げといて、はい、こっちから、はい、肘伸ばす、グって、シュッって止めた時にこの手首をクッと返す。で、スナップ。わかりました。わかりました。ありがとうございます。やってみよう。はい、どうぞ。果たして3つ中何個成功するか。さあ。これをうまく谷底に落とします。こうやってこうやってスナップを効かせて落とす。できるかな、はい、どうなの、なんか分からないかどうか分からない。下手くそな気がする最後まあ手前に落ちてる人たちよりは上手いかなと思いますさあ、参拝もしたし、瓦投げもしたし、あと次は甘酒、うん、お茶にしましょう。ここに？なんかわざわざ置いてるっていうのは有名なものなのかな。すごい素敵。いいですね。今お茶屋さんに入りました。75番、はい、すみません、ありがとうございます。失礼します。あ、置いておきますので、はい、ありがとうございます。美味しい。あったかいのがちょうどいい。なんかさっき冷たいのがいいと思ってたけど、あったかい、今あったかいのがいい
うん、高尾山ってあるやんか、うんうんうん、あれ行ったことある？ありますあります、うん、めっちゃ綺麗、ね、めっちゃ綺麗でも人がめっちゃ多くて、うん、もうなんかそんなもんじゃないよね多分。ああもう全然なんかアクセスもいいし電車で行けるんですよその、登山口まで。あそうなんや、うん、そっかそっか。あんまり有名どころ行かんまま帰ってきちゃったなと思って。うーんえでもそれなりには行きました。スカイツリーとか、あスカイツリーとか浅草とか東京タワーとか行ったかな。行ったかもしれない。うーんぐらいかな。何をしてたんやろうっていう。お仕事してたんだろうね。仕事してたんやろうね。今のところは